全日本選手権スーパーフォーミュラ第3戦富士スピードウェイ決勝。気温29度、路面温度39度のコンディションのもとスタートしました。2番手の JP デオリベイラ選手が好スタート。一方、ポールポジションからスタートしたアンドレア・カルダレッリ選手はスタートに失敗。好スタートを切った中島和樹選手が2番手、そして小林カムイ選手が3番手に浮上します。11周目9番手を走行していたアンドレ・ロッテラ選手が早くもピットイン。チームはタイヤ交換せず、給油のみの作業でコースに戻します。このトムスチームの作業を皮切りに中盤手以降のチームが続々とピットイン。タイヤ交換を行わずコースへと送り出します。前半の見せ場は塚越晃大選手、伊沢拓也選手、山本直樹選手のホンダエンジン勢同士のポジション争い。そこへ後方から追い上げてきたアンドレア・カルダレッリ選手が加わり、激しいバトルを展開します。21周目実質3番手を走行中の小林カムイ選手がピットイン。小林選手はタイヤ4本交換と給油を行い戻りますが、タイヤ無交換のアンドレ・ロッテラ選手に先行を許します。23周目には実質2番手を走行する中島和樹選手がピットイン。こちらもタイヤ交換と給油を行いますが、実質順位を守ったままコースに復帰します。その間、安定したレースペースで周回を重ねたトップ JP でオリベイラ選手は28周目にピットイン。危なげないレースを見せます。レースも中盤になるとコース上の至る所で激しいバトルが繰り広げられ、サーキットに集まった多くの観衆を沸かせます。42周目、1人安定したペースでマージンを作っていた前線の勝者、石浦博明選手がピットイン。タイヤ交換、給油を行い、コースに戻った時には、アンドレ・ロッテラー選手の前、3番手となります。レース終盤には、小林カムイ選手が随所で観衆を魅了。アンドレア・カルダレッリ選手とバトルを繰り広げます。レースはスタートで前に出た JP でオリベイラ選手が一度もその座を譲らずチェッカーを受け、今シーズンの初優勝を飾りました。2番手には怪我から復帰した中島和樹選手が、3番手には石浦博明選手が入りました。19人のドライバーが見せるプライドをかけた激しいバトルと究極のテクニック、そして順位を大きく左右するチームのストラテジー、まさにスーパーフォーミュラーらしい激しい戦いとなった第3戦。次戦第4戦は
選手権シリーズも折り返しとなるツインリンク茂木大会。第4戦茂木大会もどうぞお楽しみに。